カンドリーグ第5節はい、収録始めます。あ、挫折していく挫折していくオンエアオンエアオンエア、うわすごい渋滞してますね。すごいね、これは。朝から皆さん元気ですね。どこに行かれるんですか。我々はね、ちょっと鎌倉の方に行きますよ。はい、ってことで今日はカントリーグ第5節ついに一周明けて関東リーグってことでね。はい、そういうことですね。今んとこタケルが2勝1敗1分け、はい、勝ち点が7と、おお、一応上位には入ってると、うっすら上位という形で、でも首位のチームはね、首位とか2位のチームは勝ち点8ぐらいだったかな。あ、そうだね、まだお団子状態。お団子状態ね、はい、みんな仲良くやってます、まあ、毎週言ってるような気がしますが、はい、絶対に勝たなくちゃいけない試合と毎回そうだよね、いうことで負けていい試合ないから、相手どこですか。日立ビルシステムさんですよ。昨年までね、関東一部に、うん、いたチームで、まあ我々横浜だけでもね、何シーズンか関東一部いたんですけど、その度に対戦してたね、あの素晴らしいチームですね、はい、本日の会場はハトサブレイスタジオ。いやー、舞い戻ってきた。ポポ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 、残土受け入れ。あ、かっこいいな。めっちゃかっこいい。言い方かっこいいな。サラダチキンスティックアルペンザルツ岩塩ということでね。好きやな。タンパク質が 12.2g 入ってると。おお。え、脂質はどうなんですか。脂質はですね、と 3.3g。ああ、許容範囲ですね。素晴らしい。言い方ないその。アルペンザルツ岩塩ですか。はい。はい、そちらですね、あの、はい、ドイツのアルプスがね、育んだ岩塩ということで、ね。育んで。育んでますからね。体育の、体育の、体育ですからね。体育だからね。はい、体育じゃないからね。体育だから、ね。そうですからね。あの、はい、雰囲気じゃなくて、雰囲気なんでね。よろしくお願いしたいと。左折していく。左折していく。はい、セブンイレブン到着です。はい、市営上線到着しました。買い物してきまーす。行ってきまーす。ということで、本日のメインはこちらです。豚肉とお揚げの肉盛りうどん。だいぶがっつりだね。うどん食べたくなっちゃって。まだあの、試合までね、結構時間あるんだよ。フィリピン産高知栽培バナナ。熟成くれない鮭。ポカリスウェット。インジャリーリポビタンデー。さあ、というわけでやってきました。ハトサブレスタジアム近くなんですけども前回と同じ価格や、あちらに見えるのがですね、北鎌倉の森と呼ばれている場所ですね。昔ですね、武将がかなりこう集まったとされている場所ですね。はい、北鎌倉ということでね、当時もすごくあの栄えたということで、さてここで問題です。後ろには誰がいるでしょうか。正解は、俺。みんな、おはよう。助けじゃね。もうちょい声張ってもらっていいですか。ビッグピーチ。すごくない、この下半身ついてる感じ。すごいね。なんで後ろにヨギボーが。なんで言っちゃう。ちょっとこれはあの、いろいろイレギュラーがありまして。なんで。はい、以上現場からでした。今日の試合前のご飯これです。トカチバターチョコスティック。あ、なるほど。プラス1本。プラス1本。踊らされてるじゃん。死んでるおかしいな。うん。どうですか。あのね、ここからがうまいんですよ、ね。そこ食べてみてください。いや、まだ食べ。あとで。あとでかい。あとくの。キーパーか。タイムソーフレッシュ。ということで、みんなのハトサブレスタジアムではね、鎌倉インテルさんの。なんかこう販売ブースみたいなのがあるらしくて、あの土日はお店が出てるということで、ジャイアント的にはやっぱりこのねユニフォームがかっこいいね。私服でもいけるねこれは、うん、全然あのうちのチームのことじゃないですけどね、やっぱ仲良くしていきたいということで、ぜひチェック皆さんしてください。いざプッチョイーン。今日は FG で行くの、雨降る可能性もあるから、うん、ちょっと FG でチェック、徹底チェックね。そう、徹底内外装徹底チェック、はい、どう言ってますか。俺の肩甲骨届いてますか。いやー、モーション入ったら動いて、オッケーです。真ん中に、真ん中に俺、違う回でしょ。
悩むな、靴選び。どうしよう。トレシューに変更。ナイス。クリア。ここで3勝できればね、もしかしたら首位になれるかもというチャンスがね、ある中でどう戦うのか注目です。頑張りましょう。うわー、走る。またあけ、またあけ、来てる。キャナイゴール決めましたね。やっと決めましたね。やっと決めちゃいましたね。端っこのところ食わない人。そうそうそう。ここ試合終わったからね。ここから食べてもらう。グラウンド外でね。ここが一番美味しい。テントタートのここが一番うまい。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。1対0勝利。最高最高のグルメ、うん、
え、だいぶこれで首位いったんじゃない？なんか暫定が今2位と。うわ、来週ね、1週空くんですけども、はい、2週間後が、首位決戦と。うわ、1位と2位の対決という形になるらしいです。天王山ということでね、引き続き負けられない戦いがね、はい、続いていくと。今日の試合のね、総括については、はい、まあ、あの前半のね、最後の方に、まあ、見せ場を作ったとだいぶ会場が沸いたと。沸きましたね、あれは。おお、沸きましたね。やっぱりあのお客様がね、入られてるということで、はい、ただ普通に試合してもしょうがないと、はい、いうことなんで、緊張感を、ね、やっぱりあのそこで緊張と緩和ということでね、お送りさせていただきましたけど、いかがだったでしょうか。素晴らしい、アンチの方もね、はい、まあ、多分ジャイ足元ないとかね、入れると思うんですけどね、はい、あのフィールドの選手がパスミスしてるんでね、はい、あの私悪くないと、ね、はい、悪くないですね、はい、ということで本日もね、試合の応援に来ていただいて、たくさん差し入れいただいたので、グルメだ、はい、そちらをね、グルメにさせていただこうというふうに思います。はい、鎌倉紅屋さんというですね、ベニヤ地元の銘菓という、こちらその銘菓の、詰め合わせですね。詰め合わせ、くるみっこ、あじさい、鎌倉だよりの詰め合わせと。あー、なんかおしゃれだね、はい、和だね。和ですね、やっぱ鎌倉は和ですよこちらもね、ベニヤさんの銘菓、こちらくるみっこという、これがくるみっこね、はい、そしてこちらがですね、さぬきうどんという、テク、地元香川県の方からいただきました。美味しくいただきたい。いいね。そして最後ですね、こちら名古屋の銘菓ということで、生しるこさんのつぶあんということで、おしゃれ。これもさ、和だよね、うん、モダンな、これ和モダンでしょそれがということで、たくさんね、今回も支援物資をいただいたということで、支援物資、はい、我々もね、今週1週間食べていける、はい、ではチャンネル登録、コメント、ご評価ぜひよろしくお願いします。ではお会いしましょう。